やばい吹雪です。というわけでどうもカズチャンネルです。今ね、外見ると分かるんだけど吹雪です。そんで時折なんか強風もあって、さっきからねチカチカ停電っていうかね、途切れるよね。そう、もうさっきからブツブツ途切れて、デスクトップ PC ダメなんですよね。ブツブツ途切れちゃってダメなので、もう撮影やめて、ちょっとせっかくなのでこの除雪ドームをついにこれ導入しました。先日、29,800円ぐらいのね、こちら紹介させていただいたんだけど、今回のやつ、なんと、もう一回り小さい。そして価格は、結構似たようなね、3万ぐらいします。そんで、ちょっとこっち見てください。なんていうんだよ、トロっていうのかな。トートーみたいな感じだけどね、パワーショーベルというものです。パワーショベル。ほんで、まあ、今回の一番のポイントは、コンパクトだから、車の中にも乗せれるかもしれない。ただ、これ残念なことにね、はい、じゃーんと、100ボルト必要です。ほんで、これ、楽天で調べるとわかるんだけど、コードレスタイプのものもあります。ただ、それ5万ぐらいするんだよね。あと、なんかそのバッテリーって、もうそれ専用になるから、なんかバッテリー加えた時に不安。だから、100ボルトの方が安心ということで、私はね、優先式にしました。またちょっと安くなるしね。はい。ほんで、これの、多分ね、場所によってはめちゃめちゃ役立つんじゃないのかなって個人的に思ってるんだけども、ぶっちゃけどうなのかはよくわかんない。というわけで今日はこれを使って除雪作業をやっていきましょう。さあ、ぶっさあ、ということで、まあこれ思ったよりかはね軽いんだけども、こういうふうに取っ手があるので、これどっか持ちやすいとこだよね。こう後で多分やるんだろうから、こう持ちやすいところでしっかりとここを固定しておくね。こんぐらいがいいの、こんぐらいが。よーし、いっかの。さあ、ということで、一旦100ボルトをつなぎました。よし、これで OK だ。サビ、めっちゃサビて。さあ、ということで、早速やっていきましょうか。あ、こうか、これ。こうだ、使い方。ごめん、取っ手の位置変えますね。こうだ、こうだ。吹雪の感じ、触ってるかな、これ。こうだな。どうなんだろう。あーし。あ、そんで、ちゃんと、こうして、ここを押してからやるみたいだけど、今ちょっと降臨気味で、一回押したらもう戻らんくなったわ。ちょっとね、今寒すぎてもう戻らんくなっちゃった。凍っちゃったんかな。うん。おっ、で、これが、こう。回転するんだけど、今ねちょっとポイントとして、一応ねこれプラスチックみたいなのでなってるみたい。ゴムっていうかプラスチック、プラスチックだな。うん、これがぐるぐる回るから、その地面への傷つけっていうのがまだマシなんじゃないのかなって思います。まあ、というわけで道を作っていきましょう。はい、というわけでもうバーカスカに吹雪いてます。今日は参りましょう。行きますよ、行きます。ちょっと待って、この飛んでる感じ分かるかな。びっくりしたのが思った以上に飛ぶ。あれ、これ思ったよりか使えるかも分かりません。ということで、めっちゃいいじゃん。またね、今積雪がそんなないので、また雪もまだ湿り気が少ない。なので雪も重たくなく、すげえ使いやすい、この新雪の時。ただやっぱこのコードが特に足かせになるので、今新兵器持っていきましょう。新兵器を、はい。ということで、ちょっとこれ雨水対応じゃないですけど、今ちょびっとぐらいいいかなということで、またチカってなった。はい、こちら、この前エコフローを買ったらおまけでついてきたバッテリーです。はい。これを背中に背負って、この100ボルトを使いながら運転するという素晴らしいシステムをちょっと考案してしまいました。動くのかなこれ。指死ぬ、これしてても死ぬ。マックスがね、チュンって出るのが600ワットとか700ワットぐらい。動く
るぞ、多分。よし、なんだろ、よっこいしょ。いや、まさかこのシステムがこうやって動く日になるとは思ってもいませんでした。ということで、やっていこうと思います。はい、ではね、ここ積雪今5、6センチぐらいあるのかな。ここで使えるかちょっとやってみるね。顔面冷たい。疲れてますね。ただこれ今使ってみて思ったのが、湿り気があって、10センチとかあったら多分向いたと思う。今このモバイル電源使ってるせいもあるかもしれないんやけど、雪が多いところになると、ね、ちょっと回転力弱えなっていうところがあるので、新雪と寒と木の実有効なのかなって思います。さあ、というわけで、もう一回ちゃんと、ね、見極めていこうと思います。どんだけねシャーっといくのかな。カメラさんも有意知るんで、はい、行くよ。強風の時は顔面が死ぬ。でも見て、これの こんな感じでめちゃめちゃすごい。今見て、積雪この15センチぐらい、まあでも結構サラサラだけどね。で、いけましたわ。意外といけるわ。思った以上に顔面が死んだ。痛くて痛くて。ちょっとしばらく氷点下が続くので、ちょっと湿り気の持って行きとかで検証することはできねえのかなと思うんですけど、思った以上に良かったかな、これ。ポイントとして、おそらくこの正マット以下のパワーで動きますので、ある程度のサイズ感のポータブル電源で背負って、こんな感じでね、背負って使うことはできるんじゃないのかなと思う。ただこう今雪降ってる時は絶対あかんから、故障の原因になるからあかんないけど、こうやって使うことはできます。まあ、ただ雪がね、めちゃめちゃ飛ぶ傾向もあるので、そこら辺はねちょっと注意して使っていただくと、思ったより便利。多分ね、こっちこれあるんだけど、これよりこっちの方が、ね、使い勝手はね良さそうな気がする。これだと車ほんと乗せておけるからね、これだと。はあ、マジいって、いやーでも本当に、ちょっと今風強いからね、また戻ってくるから嫌なんだけど、もうこんな感じで思った以上にこれいい買い物になった予感がいたします。はあ、まあちょっとしたね小さい除雪程度であればね、これでやるといいんじゃないかな。あ、もう指も死んだわ。ということで、寒い日続きますので皆さんもね気をつけてください。ということで、またお会いしましょう。じゃあのー。